ワコンチフです。今回はソードメイデンのカオスをやっていきたいと思います。まあ、ちょっとねフレンドさんの情報とかをあんまり見せたくないので、いつもね飛ばしてるんですけど、ここからやっていきます。でなんかね2パターン取れればいいのかなと思って、最初のパーティー構成と違います。プリッシュはもともと入れてたんですけど、どうしようかな、深なしで出せんだっけ。いやそうでもないな、たまたま深なしだった。でねサイファーがねちょっとエアプなんですよね、あんまりうまく使えないっていうね。80%ギミック HP リージね、サイブレアップ、血祭りから使えばいいのか。そうだよね、そうだな。でもバフがすごいことになってるな、こっち側のサイブルアップ先についてた感じですね。なんかブレイブがアップしてない。クローシェル、まあプロですか。で、スピンアタックかな。本当はさっき今までと同じにするの、やってたんですけど、コスモス終わらせてすぐカオスをやったような感じで。でカオスの時は A アビ使っても全然アビリティにね、余裕があったので良かったんですけど、危ないな、 HP に余裕ないな今。まああれですね、大丈夫、全く問題ない。ちなみにこれエアロパワーつけてます。ザコチに風属性入ってるんでね。スピンだな、これスピンだな、スピンやってんな。まあ、探検でいっか、探検80%ギミックついてるからもともとが。割りましょうか。で、次にまたスピンアタック使わないと、アビリティね、変化が消えちゃうので、使っていきます。そうです。消せるけど、あんまり消す意味がないね。負荷をね、負荷消しって言ってますけど、自分だけでね。これはね、血祭りでいいか。まあ、本当は HP プラスなんだろうけど。全体、痛いな。血祭りか。HP プラスで追い越せない。あ、でも EX5 か。EX5 は、アビリティをね、使った方がいいですね。中継、バフによるな。クリティカル率ついてないから、つけましょう。新しいバフをつけましょう。やっぱブラザーズいいですね。火力出なくなっちゃうけど、その分ロマンがあるというか。プロテスでここはやり過ごそうか。はい。プロシェルだとちょっときつい。おにぎりが来てるな。おにぎり行きましょう、レンダー。50% ギミックね、発動したんで、もう、開き直って倒しに行こう。ホープと、ホープ、等倍、誰だっけ。サイファーは対象外50あるんですけど、まあまあまあ。それはさておきみたいな。これは普通に天罰のね。防御度のどっちに入ってるか全然分かってないな。あ、こっち新たに入った。B も入ってないので、まあやっていこう。危な。負荷ほんと重要。行動順予測か。がすごい重要なので、予測がね。で、まあ、サイブル届いてないじゃないって思うんですけど、まあそんなこと気にせず、これは EX いっちゃっていいかな。後々、ホープが、過剰供給するんで、その時にね、進化を発揮できればなと。ダメージ減突のね、補佐キャラがいないので、ちょっとね、不安症じゃないんですけど。ホープブレイク、プリッシュブレイクだな、これ。きついね。追い越しもないよね。きついね。どうしようかな。ジャックも早いもんね。はい、あんまり意味ないけど、あー単体 HP 来た、嬉しいですね。危なっ、ちょっと危なかったな。 EX5 かプリッシュ、単形でブレイクかな。単形ブレイクからの2アビ、あ1アビいきましょうか。おアビティガンガン使っていこう。いった、吹き飛ばし、ラッキー吹き飛ばし。ちなみに最初のパーティーはスノーと、予定してたパーティーはね、
スノーと、誰だっけ忘れた。エアリス、プリッシュですね。ちょっとやめといた感じですね。EX5 ではない。単発 HP は来ないか。これか。ドゥリーンか。ここはスピン。スピンだね。スピン安定。スピンしかない。HP プラス挟みたいみたいな感じあるよね。ブレイブプラスいっか。で、ブレイブ補充しといて。HP リージェ痛い。ほい。普通に HP 来たな。EX。天罰かなんかで濁したいんですよね。てかシェル切れてんな。シェル切れてるな。次回ってきた時に使おうか。ザコチ、どうしようかな。B のオール前に倒したい気はするけど。HP。ほい。吹き飛ばし。見てましたよ。見てましたよ。一回目は見てなかったけど。オール危険だけど。難しいですね。でもホープ、何されても平気というか、まあ、1万、そっか、そっか、1万食らったらさすがに死んじゃうわ、ホープ。全ブレか。まあ、ラッキー回避みたいなのがあれば、死ぬな、危ない、危ない、いやもう、あもう、しゃべんのやめようと思っちゃった。まあ、敵攻撃前に倒そうかなという感じですかね。シェルテン役行く必要ないですね。で、もし倒せるなら、プリッシュの、アビティなしで倒せるなら、まあ、それに越したことはないけど、アスピルなので、いや、本当はね、A アビ使って HP プラス、まあいいや。欲張ったら死んでしまうから、やめとこう。しかも回復、まあ、ホープいるけど、中回復程度なんですよね。あとは何、魔法じゃないや。ほい。とりあえず、デバフを。シェルテン行くか行きましょう。ほい。そう。HP ダメージカットですね。一応あるけど。単系からの、単系の行動予測見るのすごい無駄なんだけど。なんか見ちゃうんだよね。探検はね、不可なし、アクション加算なしで出せるんでね。ちょっと、それを、記憶しないといけない。ほい。これいいダメージや、ほんと。10万 ?12 万 ?12 万から14万出るんで、強いです。ここからちょっと行動を、予測しながら、ね。プロテス消せるけど、消す意味あんまりない。プリッシュの、ダダダン、ダダダンだから、EX か。音で記憶をしているみたいな感じ。探偵ブレイブとかロマンですね。いや探偵ブレイブなのこれ。探偵からの消せる？消せない。さすがに変化ブレイブ、変化アビは消せないですね。絶対ブレイクされない、このブレイブだったら。植えちゃったな。植えるときついですね。植えるときつい。あ、サイファーか。HP プラス2回で貯めたいけど、そうしよっか。届いた。いや、待って。シェルの、不可消し、てか、行動順予測見てしまう。無駄。無駄。A アビ？リルムじゃなければ、A アビを、A アビで行動順予測見るような感じかな。まあ、それは置いといて。シェルテン？HP プラス、まあ、AIB、シェル使うぐらいなら、AIB 使うぐらいならし、うん、いや、違うな。AIB 確定か、これ。AIB 確定か。格闘か。で、サイファー溜まった音しなかったですよね。ティコンって、まあ、コード順来たら分かんないけど。これはね、ブレイブだね。はい。来てないね。保持しましょう。はい。ブラザーズがないとね、HP 攻撃やってくれ。カメラ調整できるからね。ブレイブカサーね、その分。はいはい。全然痛くないわ。どうしようかな。ちょっとアビジュンじゃないね。だんだんアビティきつくなってきたな。あ、そっか。そっかそっか。
そんなこともしてくるんだっけ。今ちょっと気にせずやってみもう。敵のデバフが剥がれてるわけじゃないから。プリッシュ。どうした？プリッシュどうした？プリッシュどうしたんだい？まあ、サイファー動くから。いいか。で、これ、デバフ。バフ、きついな。HP ダメージはいいんだけど。よいしょ、よいしょ。サイファー、クエスト開始と一緒。どうせリキャマーでね、そんなに動けないんで。EX、まだ撃ってないか。いや。ホープか、狙われてるのは。しょうがないね。狙われなさい。ういー、うい、オッケー。で、この、スイムシっていうもの。なんて言うんだろう。いた。めちゃくちゃ痛い。茶祭り。プリッシュブレイクされるの仕方なくないっていうところですね。うへぇ、乾燥じゃん。乾燥はきつい。プロテス。シェルテンでもいいけど。シェルテン行こう。すげぇ。ラスリード溜まったー。ちょっときつい。60% ぐらいきつい。あ、違うな。40% ぐらいきついって言う。アビスね。一番きついのはアビースね。ちなみに、召喚ついてるの、あれ召喚切れてるな。そう。2、3。ホープブレイク、プリッシュブレイクだとすごい運ばれるんで、召喚だけでも行こうか。無視ミスなんで？あ、ブーグ、あー、全部フレームだからか。EX 行って、ホープとジャック交代かな。行きましょう。EX じゃない、召喚。めちゃくちゃ早いですよ、召喚。供給受けてないから、これで。いや、すごいな。プリッシュな。いや、どうしようかな。いや、ホープの方がね、供給でちょっと動きづらいんですよね。まあいいけどね。行きましょう。チリケリ行こう。はい、スピンアタック1回をね、ちょっとアスフィールで使いたいから。これ詰めるか。しょうがない。はい。シェルテンしてよかったっていうところですね。80%、どっちにしよう。一緒で。一緒で。全体フレーだから一緒だよ。型。右。A 型。あ、でも、いいダメージ。シェルテンする必要ない。だからシェルの行動予測。意味ない。意味ないことしてる。意味ないことしてる。一瞬だよーん。まあ、これでね、あれできるわけじゃないけど、何直前移動、あ、できた、できるんだ。デバフが一切つけられない。ちょっと悪臭かもしれないけど、召喚ついてるから、気にせず攻撃。ちなみにこの次にでもね、AIB 使おうかなと。飛ばすか。これどうしようかな。 80% ギミック必要あるかな。つける必要。これはスルーした方がいい気がするな。1、2、3、4、B。本当は B に電光石火でいいんだけど、まあ、行けるとこまで行くか。で、避けちゃうか。1アクション。はい。チリケリ。無情くれないで、当倍と。1回しかね、召喚中に撃てなかったけど、まあまあ、いいでしょう。逆にこれしか残ってないって考えれば大丈夫だと思う。はい、ゼロ。イエロードレイン、そんなに痛くなかったな。あのね、すごい嬉しいことが。シャドウじゃない。ジャック狙ってくれてるから。シェルテン行く必要は。A ブレイクしても、興味本位でね、やってもいいかもしれない。行こうか。プロテス消せないしね。はい。あんまり、シェルテンノイかも。プロテスで、敵の直後に来てもそんなにいいことないかもわかんない。これはブレイブのみだっけ？あ、HP 使うんだ。すごい危なかったな。助かったなり。これは、不可なし。アビ商品もなし。HP プラス。これ、ね、バフないときにね、やっといい気がするんだよね。
はい。いや、これ HP プラスだ。2プラ。はい。2万7000。片方で2万7000。2倍してください。5万4000。え、てか、まあ、どっちにしても、ダメージレートいいですね。これ、飢えてたっけ？え、見てなかった。ちょっと、これ何？あ、デバフか。え、デバフはデバフなんだけど。これ、ブレイブで、ちょっと、うん、そうしよう。持ちこたえといて、運んで、ボンか。OK。運んで、ボン行きましょう。防御ダウンはこっち入ってるから、まあ、こっちに使うよね。A は入ってたっけな？わかんないけど。多分 A にやっても、ほとんど同じダメージだと思う。うん、攻撃ダウン入ってもね。行きましょう。ザコチラシ。ザコチラシじゃない。行っちゃうみたいな。おにぎり。新おにぎり。ブレイブストップしてる、ほんとに。ブレイブすごい迷ってんだ。いや、ブレイブ。いや、これね、いや、ポルテスだとリキャストもったいないんだよね。使う。使う。ね。まだ早かった。サイブルダウン。いや、まあ、あれっすよ。もう何？ブラザーズがね。あ、てか、おにぎりか。忘れてた。ザコチラシとか言うから忘れちゃったよ。サイファーブレイクされるな。これ。ブレイブ打つと。ああ、HP 使うと。いや、大丈夫だね。大丈夫すぎるわ。大丈夫がすぎるけど、ザコチラシじゃない。血祭り。おい。火力出るな。HP プラス使う必要ないね。で、これブレイクされないから大丈夫。A に EX。安定だよね。安定だよね。よし。ちなみに、ここからアビ全部使っても大丈夫だわ。サイファー。シェルテン？シェルテンはリスキーだね。さっきから植えてたっけ？見えてなかった。植えてるかどうかで変わるんだよね、こっちの行動が。とりあえず、ブレイブ保持。家どれ。家どれ？君の家どれ？みたいな。貫通。オールさ。オールがさ、あれだったらほんときついんだよね。AAB ブレイブ ?AAB ブレイブ行こう。ちなみに AAB 使うのはデバフなんか剥がしたよ。サイブルダウン剥がしたのと、完全にラッキーパンチなんだよね。剥がしたのと、そう、これ、ブレイブ味。おい、やった。嬉しくない。血祭りだな。で、血祭り。おい。で、プリッシュは、確かバフ剥がれてるんだっけ。バフ剥がれても大丈夫なのか。すごいな。HP プラスの予測見つつ、まあ、ホープはいるからね、そんなに気にすることないけど、対象外50が嬉しい。で、A 先に落としちゃってもいいかもしれないね。ああ、上がった上がった。サイブル上がるね。ラスリゾ貯めるか。シルテン？シルリゾ行こうか。シルリゾ行きまーす。で、次の上で、あ、やべえ。やべえ。ブレイブプラス HP で死んじゃうかもしれない。あ、大丈夫やった。気心、てか手心。気心じゃない。気心は知れてるものだ。あー、それか。防御ダウンを入ってない。ってことはつけまーす。つけまーす。BA。BA で運んで、フォークでブレイブ補助をできる。おにぎりね、使うでしょ。破壊の召喚か。ってことは、ブレイブ加算でもなければ死ぬことは絶対ないから、スピン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 。探検使おうとしてる。探検負荷がほんとないからさ。いや、スピンアタック。スピンアタックダメ、それ。いや、召喚ないから。お、ブレイブゲインが美味しい。いやー、これ絶対プロテスなんだよね。絶対プロテスなんだよね。まあ、いいや。はい。次のオール前に倒したいところ。これ HP ね。落ち着いたでしょ。植えないよね。植えない。植えるか植えない。植えるか植えどういう実況あ、これ B からブレイクしたいけど、絶対サイファーの全体攻撃しかないから。ちょっとやばいっすね、それは。シェルテンの肩にしちゃった。このオールなんかあるっけ？
かまいたち、いやオールは違う、全体遠距離ヒットかまいたち、あーこれか、ヒットかまいたち来るかもしれないのか。ホープはブレイブ吐けないね、シェルしといてなんだけど、きついね。保持しとっかこれ、A は絶対落としたいけど落とせないねこれで。B のバグが剥がれた時に倒せるような三段ではあるけど、アクション数は足りてはいるか。どうしようか。A に行きましょう。発症却。ほい。ほい。カンスト。OK。これは変わることはない。ほい。避けた、避けた。OK。避けろ。もう一回、もう一回、もう一回、プリッシュ、もう一回。ダメですね。知ってた。知ってたけど。まあ、全然大丈夫なんだけど、いやこれザコチだな、死んじゃう、 A が死んじゃう、いきなりいきなり気にし始めたぞ、死んじゃうこと。 B が回復、 B の HP が10万ぐらいでも回復しなければ大丈夫。上行かないでよ、上行かないでよ、硬いからね、ちょっと EX は悪手だったかもしれない。事故全然ありえるわ、ここから。ラストシェル点よ。1、2、3、4、5でしょ。天罰、A は B、プリッシュは B、サイファーのブレイブ使って、でも運べないんだよね。どっちにしても2、1でプリッシュ動いてるんだよね。ってことはプリッシュブレイブ使うよね。サイファーブレイブ攻めた方がいいね。はい。脳筋脳筋やつ。あと3アクションで決め、あそっか、エアビアのか、ホープ、あじゃあ大丈夫だ。ってことはホープはラスリゾかなんかで関係して HP か、これどうしようかな、どうしようかな、アタブ使うか、アタブ使うからの、からのプリッシュ2回動く必要ある、一応あるか。硬くて HP プラスでブレイクできるかわからないけど、できた。八千祭り早いか、八千祭り早いか。すげえ過激化じゃん、うせろ。怖、乾燥しなければ大丈夫、HP かこれ。危ない、全然乾燥はしない。ブレイブ止めて、ホープがねその前に動けないから、このあれか、いやいやいや、サイファーさえも動けないじゃん、何それ。多分これの方があれ的にはいいんだと思うね、火力的には。っていうかホープエアビ優秀だし、使っててよかったわ。はい、行きましょう。あとはプリッシュの EX ダイリーってところですけど、どうでしょう。はい、いいね、カチコチ。エアビ使って、多分勝ったと思います。ありがとうございました。まあ、あとね、ガチャで終わりの挨拶するな。ガチャでね、まあ、あとやっていくんですけど、まあね、何誰あのキャラ、アシェラ。のね、EX とかまだ引けてないので、やっていこうかなと。引いて。10連でね、引いていった方が。あ、これ絶対前に倒したいな。きつ。きつ。最後にきつ。おにぎり。ワンチャンおにぎりない。っていう感じで、ね、相性とかね、専用とか引いていきたいんですけど、死ぬな。死ぬな。あ、危ない危ない危ない。で、多分、あれか。アクション数の。できてないじゃんって。できてないじゃんって。まあ、次にね、またやっていくので。コンパはできなかったけど。倒せるんじゃないかな。やばい。ボロボロな。ボロボロな。ボロボロだな。硬いか。1しか食らないな。やばい。死ぬかもしんない。130? ああ、でも1か。1だけか。EX 買えないね。
サイファー死んだな。はい、まあね、最後に言うとですね、死んでしまったんですけど、サイファーが。まあ、一応コンプはできそうですね。完全にもう、遊び物に挨拶しちゃったからね。っていう感じで、アクション数、もうちょっとアビを、ね、詰めてもいいかもしれないっていうのと、回復キャラは、まあ、必須かな、ほとんど。HP リジェネでもあれば大丈夫かなと思うんですけど、特にアシェラいなくても攻略はできそうですね。まあ攻略してから行ってくれって話なんですけど、とりあえずショートね、ナゲットは回収したので、次また挑んで、ガチャ試験も手に入れたな。あと3枚かも、やっていきたいと思いますので、多分ねまたツイッターで報告することになると思うので、そちらの方もよろしくお願いいたします。最後死んじゃったね。最後まで、気を抜かずに頑張りたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 See you!